ティカルは、グアテマラのペテンテイチにあった、古典紀マヤの大都市である。マヤ文明の政治、経済中心都市として、紀元4世紀から9世紀頃にかけて、繁栄を極めた。ティカルの遺跡は1979年に、世界遺産の複合遺産に登録された。ティカルの文章文字。ティカルの、元々の名は、ムッテル、または、ムタルと言われている。 その正確な意味はまだ解明されていない。一方、ティカルは、ユカテコ語由来で、水たまりにて、を意味しているとされている。1840年代で、観光客や漁師たちが遺跡にあったため池にちなんで作った呼び名だという。ティカルは、熱帯雨林地帯で栄えたマヤ最大の神殿都市で、ある。最盛期には6万人もの人々が暮らしていた。ティカルの地は、 カリブ海と薄マシンタ川を結ぶ交通の用地であり、翡翠やケツァールの羽根、黒曜石などの貿易が行われていた。ティカルに集落ができたのは紀元前800年頃に遡る。一世紀までに町は現在見る形になり、ピラミッドが作られた。後世の碑文によれば、ティカル王朝の最初の王は、野手、ショークといい、一世紀後半の頃の人物だった。 らしい。石碑29は、ティカルで最も古い日付を記している。378年、テオティワカンの将軍シアフカックが即位し、新王朝が始まった。この時代には、テオティワカンの強い影響を受けた遺物が残っているが、約30年後に、シアフ、チャンカウィール2世が即位すると、テオティワカンの影響は弱まった。十一代目の大枠チャンカウィールは、 おそらく北のカラクムルに攻められて562年に殺され、それから130年にわたって石碑による記録が全く存在しない暗黒時代に入る。しかし、土器は作られ続けたし、人口が減ったわけでもなく、都市そのものが衰えたわけではなかった。25代目のヌーンウホルチャークはカラクムルに攻められてパレンケに逃れた。その後ティカルに戻って、 南のドスピラスを攻めたが、679年に敗北した。682年に26代目のハサウ、チャン・カウィールが即位すると、ティカルの王朝は再び勢力を取り戻し、長年の宿敵であったカラクムルを695年に破った。次のキン・チャン・カウィールの時にティカルは最盛期を迎え、王は外政を繰り返した。 古典気候期最大の建築物である4号神殿や6号神殿が建設されたのもこの時である。29代目のヤシュヌンアイン2世は2つのツインピラミッドを建てた。9世紀に入ると中央マヤの都市は衰退し、ティカルもその例外ではなかった。ティカルの最後の石碑は869年の日付を示している。ティカルは50年から100年かけてゆっくりと、 崩壊していった。衰退の原因は明らかではないが、人口の増加に伴って農業収穫を増やす必要があり、その結果土地が痩せ、気候変化や病害の影響を受けやすくなったなどの原因が考えられている。ティカルは長年にわたって建造された建築物が残っている。最も目立つのは神殿と呼ばれる階段ピラミッドで、現在は 森の中から首を突き出しているように見える。神殿の前には、たくさんの石碑が立っており、支配者たちの姿が浮き彫りにされたレリーフがある。ティカルの中央部にある一号神殿は高さ47メートルのピラミッド状の建築物で、古典期マヤを代表する建築物である。最上部の神殿入り口で、ジャガーの彫刻が発見されたために、大ジャガーの神殿とも呼ばれる。 ハサウ、チャンカウィールが埋葬されており、734年に作られた。その向かいの二号神殿もハサウ、チャンカウィールの時に作られた。両神殿の南北に中央アクロポリスと北アクロポリスがあり、多数の建築物がひしめき合っている。時代の遺金、チャンカウィールは南東の六号神殿と西の巨大な四号神殿を作った。遺跡にはまたピラミッドが、 東西に二つ並んだツインピラミッド複合体が七つある。これらは二十年ごとのカトゥンの終わりを祝うための場所として作られた。失われた世界と名付けられた地域は千古天気の最新赤軍で後に何度も再建された。1525年、スペインの征服者エルナン・コルテスがティカルを通り過ぎたが、手紙には書き込んだりしなかった。 1696年、スペイン人修道士、アンドレスデ・アベンダーニョが、ペテンの密林の中に迷い込み、ジャングルにそびえる巨大ピラミッドを発見した。これがおそらくティカルだったと言われている。この地がティカルと呼ばれて一般に知られるようになったのは19世紀後半に入ってからである。1881年には、アルフレッド・モーズリーがジャングルを切り開いて初めて、 ティカルを写真に撮影した。その後、テオベルト・マーラーやシルベイマス・モーリーがティカルを調査した。1955年5月に、グアテマラ政府はティカルを国立公園に指定した。1955年から、エドウィン・シュック率いるペンシルベニア大学によるティカルの大規模発掘が開始された。1960年には、マヤで最も古い292年の長期歴の、 日付を持つ石碑29を発見した。1963年からはウィリアム港が発掘事業を継続した。その後、グアテマラ考古研究所による発掘が行われた。しかし、発掘されたのは現在も全体のごく一部分に過ぎない。ティカルはスターウォーズ第一作においてヤビン第四衛星のロケ地として使用された。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。